時刻8時11分ですさあ水曜日のこの時間は美味しい旬のお野菜果物を使ったオリジナル簡単レシピご紹介しています今週はシソにしてみました青じそですね今たくさん出ています赤じそもあるんですけれども青じその方を今日はたくさん使って作ってみたいと思いますあのーシソって 薬味にまあ使われることとが多いと思うんですねしその葉だけをそのパリパリ食べるっていうことはないと思うんですけれどもなんとなくその香りだけであんまなんか栄養価とかないんじゃないのって思ってらっしゃる方が結構多いと思うんですけれども実はですねあのしその中にはですねタカロテンが入っておりまして免疫力を高めてくれたりとかねあと肌の調子とか皮膚のね、まあ、粘膜とかを保護してくれる。 そんな働きを持ってたりするんですよ。え、意外と思われると思うんですけれども、そう、実は栄養素がですね、いっぱい詰まっているんですよ。あのペラッとした感じなんですけれどもね。なので、今がちょうど旬の時期ですから、たくさん取っていただきたいなと思っております。はい。で、香りがやっぱり特徴的ですよね。あれはですね、ペリルアルデヒドという、まあ、香りの成分なんですけれども、殺菌とかね、防腐。 にももとっても役立つんですなので例えばしそを使ったお料理をお弁当箱の中に入れとくとかあのご飯のところにしそ1枚こうひいて梅干しのせるとかね夏のお弁当にはすごくいいですね。で胃の健康を保ってくれたりとかあの香りが食欲を沸かしてくれたりするのでちょっと暑くてなんかもう夏バテかなと思ってらっしゃる方にぜひ食べていただきたい。おいしいものはですねやっぱりあのみずみずしくって。 きれいな緑色をしていますで古くなってくるとちょっと黒い斑点みたいなのが出てくるのできれいなものを選んでくださいねでお家で管理する時ですがやっぱ乾燥するのが一番ダメなのでちゃんと湿り気のある例えばキッチンペーパーにちょっと霧吹きして包んでみるとか最近よくあのねもう有名になりましたけれども、まあ、ああいった例えばジャムの瓶とかねああいうものにちょっとお水を貼っといて縦向きに。 軸の方からこう水分どんどん吸ってねってみたいな感じで置いとくと長持ちすると言われております。さあ今日はですねそんなシソをもうあの保管していただくのもあれなのでたくさん買ってきていただいてソースに変えてから保管していただこうと思います。であのイタリアンの中にジェノベーゼというバジルをいっぱい使ったソースがあると思うんですけどこれをバジルではなくシソで作ったので。 シソベーゼと名付けさせていただきまして <laughs> ダジャレじゃないんですよちゃんと真剣に考えてねシソベーゼこれあの夏の定番なんですけど家庭菜園で作ってらっしゃる方も多いと思うんですよシソすごいいっぱいできるんです。もうどうやって食べるのこれってなると思うんですけどぜひソースにしてください。で本来の,あのジェノベーゼはバジルニンニク、松の実そしてオリーブオイルなんですけど松の実がですね 高いんですよなのでミッックスナッツで作りますなもうコンビニエンスストアでも売ってるしスーパーとかでも結構たくさんあるじゃないですか。で、えっと、塩がかかってるものとか,かかってないものがあるんですよ無塩のとあるので,で塩が入ってるものを使われる時はプラスする塩の量は少なめにしてください。もうナッツ自体に塩が入っててるかららなならなななんくてもいいぐらいぐです で無塩のものの時には若干ちょっとお塩を入れていただいた方が味が締まると思います。もう作り方は至って簡単で、買ってきていただいて、思想の葉を。まあ、4、50枚、まあ、3、40枚ぐらいからがいいかな、分量としては。で買ってきていただいて、これ洗っていただいてお水よく切って、でこれにミックスナッツを1 2カップ、油1カップ、 ニンニクはお好みなんですけれども、まあ、1かけちょっと多いかなという方は半分にしていただいてでお塩を使ってないナッツの場合はお塩もちょっと小さじ1/2ぐらい入れてくださいもうあとはこれをですねミキサーにかけるだけですもう回していただいて緑色のソースができますのでこれで出来上がり。 でこれはですねそのまま置いといていただいて例えば野菜を炒める時にちょっと入れていただいてもいいし今の時期だったらおそうめんとか食べられる時にあのお野菜いろいろ入れていただいてこのしそベージュをかけていただいてそのまま召し上がっていただくこともできます冷製パスタみたいな感じのものもできますしあとご飯に混ぜていただいてももちろんおいしいですしちょっと混ぜていただいておにぎりとかにしていただいても大丈夫。はいもう色々使えるんですよ でえー、っともう攪拌した後とに、まあ、容器に入れていただいて冷蔵庫で保存していただくのもいいですしなんならあの密閉できるビニールパックありますよねあれに入れていただいてこうちょっと板状になるように冷凍していただくとあのパキパキっと折って必要な分だけその時に新鮮なまま使えるということで 結構あの例えばお肉焼いたソースにしてもいいし使い勝手がすごいありますのでぜひ多めに作ってまあ、近所お裾分けしてもいいしねいろいろ食べていただきたいと思いますちなみに今日ブログの方には稲庭うどん湯がいたものにトマト添えてそのシソベージュをかけた写真が上がっていますそんな風に食べていただいても大丈夫ですさあ今日はシソをピックアップしておりますけれどもどんな風に皆さんは 使ってらっしゃいますかお好きなメニューはありますか?。ぜひレシピなども今日教えていただけたらと思います。メールは K. E. I. K. アットマーク O. B. C.。一三一四ドット C. O. ドット J. P.。ファックスは大阪零六六五七七。零三零一でお待ちしています。